思い出が開いたのよ。なんか前なんか、うん、オマールエビみたいななかったですか？オマールエビみたいな。オマールエビ、まだお客がかかってるじゃあ、ちょっといただきます。はい。マスター、久々に来れてすごい嬉しいです。上の看板、表の看板を変えてるの。あ、本当ですか？ちょっと見ていいですか？看板あ、なるほど、前と一緒やなと思って入り口なんですね、うん、入り口結構なんか優しい感じで、コテコテってどんな感じなんですか？はい、あ、大丈夫です。めちゃめちゃコテコテが。ここってどれぐらいからあったんですか？どれぐらいがあったって言って、営業っていうか、何年、何年目ぐらい？50年、60年なんですか？50年ですか？うちはまあ30何年だけど。ああ、そうです。ここは32年。これなんかもう50年じゃん。あと1年から50年。お寿司屋さんがね、新しく電気の明かりがね、そうですよね、反射するからすごく明るく見えるね。ですよね、おしゃれな。僕もあのカツラをこうやって、僕らもこれ店が若かったね、僕らも若くならないけんから、あ、お姉ちゃんもあのあれ整形美容行くすいません、焼き飯とかもらってるんですか？あっち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 っおいしそうな。そうなんですか？食べたことないですか？あー、なるほど。話がつながるよ。何かあったら、うん、あ、なんか醤油加減がすごいいいですね。醤油加減が、ね、これなんかその鰹節みたいなの入ったりしてるんですか？はいはい、あ、やっぱ醤油はね、醤油の醤油は、あ、
うん。実質ジョッキーじゃこっちまで。そうなんですよ。数字は嘘つかん。一生懸命やっとるやつ。うまい。見て見て。某中華料理屋うまいですね。うん。さっきの女性の方もよく来られるんですか、うん、毎日とか毎日だいつもベロベロなんですか。ベロベロなりたいですけどね。なったらもう撮影どころじゃないです。ご視聴さまでした。ありがとうございました。またあ、いえいえいえ、じゃあまた。はい、ありがとうございます。よし、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。